マイクさん。すいません、かっこ打ちました。もう一回お願いします。まあ、いいの？はい。回りました。あ、すいません、またかっこ打ちました。こいつ、こいつダメ。今日はですね、はい、ゴールデンウィークということで、はい、プチ旅行に行きたいと思いまーす。まあ、ゴールデンウィークじゃないけど、全然ゴールデンウィークじゃない。いや、上がるのはゴールデンウィークまあ、見てる人たちはゴールデンウィークですよ。そういうこと？はい。マスクもしてないのに大丈夫かって書かれるぞ、普通に3人とも。で、一応車内だからね。はい。車内は一気に温暖化って感じだろ。何？何？そういうことだな。あるやん、半夜のでしょ？やっちゃった。車内は一気に温暖化。危ないだろ。お、そう、俺はそうだよ。ちゃう？まあ今日はプチ旅行ということで、どこに行くんですか？ひまかじまに行きたいと思います。ひまかじまってもう行ったことある？ないです。でもタコが有名なんですよ。あれ、あれじゃないの？リュウジ君の実家じゃないの？地元ひまかじま。あ、そうなの？地元じゃないの？ひまかじまなんですよ。足の人。あ、違うんですよ。何するの？タコ食って、女の子ナンパして、はい、で、酒飲んで、はい、で、夜は夜で、はい、まあ女の子で遊びに行くって。そんな感じです。あ、すごい。で、あれか、旅館に泊まって、ひまかじまの、はい、ビッグコンパニオンを呼んで、みんなでカッパエビセンゲームってやるんだ。そうです。ね。カッパエビセンゲームって知ってる？知らないです。わ、もう、あなにカッパエビセン。もうネタですら笑ってないぞ。もう、下ネタで笑わんかったら終わりです。終わりです。終わりです。じゃあ、はい、ワープする？飛ぶ？ひまかじまで飛ぶ？飛びます？早いですね。ひまかじまで飛ぶ？俺飛ばせる自信ないよ、普通に。じゃあとりあえず、じゃあまあひまかじまで飛んでみましょうか。ひまかじままで、とりあえず領域展開ヘビシュッシュッてこう来るんだよ。ひまかじまでシュッてやるんだよ。領域展開から始まるんだよ。テンション低くね。じゃあそこ止めていきますね。あ、ほんとっすか。海は広いな。寝たよ、もう。ここ1匹飼ってるんですよ。全く同じです。豆柴なんですけど、これぐらいの大きさだったんですよ。豆柴もね、食べさせるとちょっと駄目だよ。あ、そうですよね、やっぱり。はい、ということでね。はい。トイレいいよ、こんなのいっぱいあって。あ、ありがとう。まあちょっと今物先に着いたけど、はい、まあ暇かじまでの経理の時間ちょっと一本逃しちゃったよ。そうっす、はい、逃しちゃったもんで、まあちょっとね朝飯も食ってないからみんな、はい、だからまあ暇かじまで言ったら、あ、ちょっと暇かじまでいいか、物先行ったらこの板の鉄板焼くと終わっちゃうでしょ。そうだね、そうですか。これ、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 これ揚げていたんでね。うわ、すごい。はい、どうぞ。めっちゃうまそう。うん、いや僕2週間前ぐらいに釣りよく釣りするからさ、はい、釣り来てこれをそこに置いたらビール飲みながらね、はい、でちょっと目離してさ、俺の話聞いてよ。俺の話聞いてよ。カラスに持ってこれたで全部ポイ取ったらマジマジマジ、まあそんな感じだ。リュウジ君来てるよ。まあとりあえずね、腹ごしらえで、はい、いただきます。いただきます。これうまいんだ。うわ、中のうまい。ビール飲みたいですね。なでもあれ、今日暇かじまに何やんの？暇かじまってプランとか決めとんの？何も決めてないです。ノープラン、何があるの？暇かじまって僕行ったことないです。最近も行ったことないです。ミュージック、暇かじまに暇かってたら、ピチピチ投げやるぞ。お何目の色が。うわ、すごい。でもこれ、あの夢の女の子みんな綺麗。とりあえず次はもうひまかじまだろ。ひまかじまですね。ちょっとここであんま尺取るわけにはいかないです。ここであんま尺取るわけにはいかない。とりあえず飯食って、まあ、あと20分ぐらいだ。20分ぐらいでフェリー来るから。フェリーまで、フェリー来たら、フェリーまで。じゃあいい、飛ばしちゃっていい。やった方がいいんじゃない。練習した方がいいんじゃない。いいです。じゃあいいじゃない。おお、いい感じですね。どう
サングラス欲しい。いい感じ。いい感じっすね。うおちょっと危ない危ない危ない、ちょっと危ない、かっこいい。別にもうそんなかっこいい。危ない危ない、着きました。着いたね。違うな、篠島だな。これ篠島だ。リュウジ君の、リュウジ君の母国な。母国、母国。え、いつから来たんですか、愛知に。18歳。ここ愛知だ。たどり着きましたね。はい。はい、ただ風が強くね、ちょっと強いっす。お邪魔します。めちゃくちゃいいよ。それで、お願いね。あ、そうっす。はい、ありがとうございます。敵来っていうのは敵が来るんですか？シラス丼、タコカレー。あ、タコカレーいい。そうじゃん。これシラス丼。シラス丼、はい。僕も違うの頼めって、お前映像的に言わない。すみません、しらすの1個と、はい、僕、親子丼。親子丼。じゃあ僕、タコカレーで。タコカレー、はい。僕、親子丼大盛りで。親子丼の大盛りね、はい。僕、ラーメンください。ラーメン。ちなみに、ありがとう。なんかで動画撮ってるんですよ、今。いいっすか？いいよ。YouTube 載せるっすけどいいっすか？いいよ。お母さんの顔載せたい。お母さんの顔載せますよ。載せるけど怒る。いけ。原稿反対で載せたら。原稿反対。お店載せます。はいはい。はい、タコカレーはあれ？あれ、タコカレー僕っすね。はい。タコカレー。なんか普通のカレー。タコカレー。タコカレー。はい、タコカレー。はい、タコカレー。僕タコカレー。俺、暇かじまで言うらしいっすよ。暇かじまで。で、これはシラスの？これでラーメンはあとね。はい。ラーメンとお前。すいません。動画撮りに来たのに。何なんだよ、さすがにお前。すいません。ラーメン。先食べるよ。はい。いきます。いきます。いきます。いただきます。うん。カレー。でもな、なんかさ。あ、タコ入ってます。わかる。タコ入ってな、海鮮の味がする。タコ入って。あ、そうなんですか。タコカレーうまいわ。お、マジですか、うん、どうすか、シラス丼。うん、どうすか、こいつ伊藤、はい、出てくる人間間違えたんじゃん。間違えた、ね、出てくる人間間違えたんじゃん。多分カンタの夢と、カンタが来たら多分いい感じになると思う。この向こうは、あー、そうね、うん、出ますよ、俺も思った。多分、先生からずっと島の子なの。すげえ。今日は何、学校帰り？いや、いや、これ、しかもちなみにこれ今 YouTube 撮ってる。来てる YouTube って。すいません、すいません。私、寝ちゃってたね。今、大人は座りね、お兄ちゃん。あ、大丈夫ですよ、全然。なんて YouTube ですか？え？なんて YouTube ですか？塗り替え道場って検索して。塗り替え道場。塗り替え道場ね。うん。今、ちなみに中学生？1年生と2年。行きましょうか。行きましょう。はい。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。釣りって何？借りれるの、竿？借りれます。釣れる？いやー、まあ、いやでも俺これ釣りたいんだ。俺これ釣りたいんだ。あれ、わかる。どこで釣れるこれ？どこで釣れるこれ？お母さん。めちゃくちゃ困ってます。めちゃくちゃ困ってます。う、映ってもいいの YouTube。 みんないい、チャンネル登録したら多分映るこれ。知ってますわ。自慢しといてね、みんな。普通に島の子たちだよ。はい、島の子たちですね。
シマノコ A、シマノコ B って書いてある。釣り行くんですか。いや、釣り行こうか、何がいいんかなと思って今 YouTube 撮ってるもんで、その島の名物っていうかさ、今お母さんがでもグッサンのなんか坂があるって思うんだ。あー、ハイジのブランコ。え、ハイジのブランコ。ハイジのブランコあるの。恋人ブランコ。恋人ブランコって、なー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 ってなると思う、音楽が。あー、でも乗ると結構怖いですよ。あ、怖いの。目の前が海なんで。え、あ、そういうこと。自転車でここは回った方がいいよってところある。消防署の前、ママ綺麗じゃないですか。あー、ママ知らしかも。あ、ここが、これがガッシーで、うん、で、このなんか、つぼみ、タコが入ってるつぼみたいなところに、うん、なんか、ハートらへんにハートがあるんで、そのハート見つけたのに、こうくっつくってやつ、絶対に見つけた。俺とこくっついちゃったら、ママやばいよ。ありがとうございます、お母さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕、あの、モーターついたやつがいいんですけど。モーターないですね。これヘルメットいらないですか。大丈夫です。これにするんですか。俺黄色、黄色が好きだから。これ僕はハンドル曲げたらダメですか。似合わねー。めちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白いですね。楽しいな。楽しいな。似合ってますね。2人は楽しい。旅さ乗る。うわ、久しぶりに漕ぎました、マジで。うわ、ガラ悪い。うわ、楽しいですね。チャリンコも。チャリンコクソ楽しい。マジで楽しい。景色がいいね。うわ、きつい。景色がいいわ。うわ、すごい。うわ、上。めちゃくちゃ速い人だけど大丈夫。マジで似合わない。本当になんか似合わん。座席が多分低いですよ。あるじゃないですか、知らせの生。帰ってきた。楽しいですね、チャリンコ。楽しいな、やっぱり乗ってきた。普段乗らんやん。乗らないですね、全然、ね。普段乗らんで。すげえ。このほのぼの動画もいいんじゃないですか、こういうの。簡単なファミリー動画みたいな感じでバカ上がりするわ。バカ上がりしたらいいですね。バカ上がりする。毎週行きます。毎週来よう。みんなに喜んでもらえたらいいから、それだけはやりたいから。みんなの笑顔が見れればそれですか。みんなの笑顔が見れればそれでいい。それが俺の幸せ。あります？あった。どうですか？お、ここに乗りましょう。やっぱちょっと反射みたいにやっきれいやん。完全にね、左に来て。でかっこいいやん。かっこいいですか、これ。かっこいいですね。どこがいいだろう。面白いですか。どうでした。え、感想、うん、本当に海の上を走っ。めちゃくちゃ楽しそう。はい、あれだ。ハハ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 。めちゃくちゃ泣いてるじゃんと思ったらミッチー君でした。ミッチー君泣いてましたね。うわ、いいっすね、この下り坂。楽しい。疲れた。
刺身食うっすね。刺身盛り合わせ頼むんだよ。うまそうじゃん。そんな飯食うかったと思った。いや、刺身盛り合わせとビールだけ。疲れましたね。疲れたな。疲れました。やっとやっとまあ、祝福の時だな、本当に。あ、ちょっと引っかか、引っかからなさそうですね。道くんが歌ってくれれば。そんな顔でって。そうです。ドンチケドンチケドン。です。眩しい。最終的にただただ飲んで、はい、寝とっただけ。そうっすね。この物動画2段。この物動画2段で。そうっす、ちょっと向こうで撮ろうと思ったんですけど。まあ、風がね。風が強すぎて。まあ、これゴールデンこれぐらいじゃない。そうっす。ね、この物動画。まあ、あとはもうちょろちょろ出るでしょ。みっちくんはこれだけです。ね、俺はこれ。翔くんがめちゃくちゃいっぱいあって。ああ、そういうことね。はい。これぐらいってね。あ、僕はまたじゃあ、はい、来週の動画かな。それが今週1ぐらいに出るだろうなと思って。多分、あさってぐらいの動画出ますね、多分。この後の企画があるんで。あ、この後の企画ね。はい。わかりました。はい。よっしゃ。どんなじゃねえや、それも。ありがとうございました。はい。また見てねー。